ママとパパはさ、なんでさ、生まれたの？ほのかちゃんのさ、家族はさ、三人いることだった。大家好，我是刘坤。又到了我们今天的我们家的每日一餐时间了。昨天晚上吃完饭，我问我老婆想吃啥，我老婆给的答案，请看一下。明天早上，明天我休息了。明天晚上想吃啥饭呢？我天天做饭，我不是做啥了？天天，明天晚上，你想吃什么呢？野菜料理。野菜料理。野菜料理，哎，違う。青菜。啊，青菜，青菜料理。嗯。哎呀，我做青菜，我最不会炒青菜，青菜特别难做呀。嗯，怎么说？因为在我的感觉，没有肉，没有各种各样的东西，所以很难做。作れよ。私のイメージ別になんか野菜料理ってさ、そんな凝ったものじゃなくて、あのリュウちゃんのお父さんとかお母さんが前地元に帰った時に作ってくれたみたいななんか、なんだっけ、ファーツァイ？の炒め物とか、カリフラワーのこう炒め物とか、セロリ、とか、あとなんかキュウリこういう和え物とか、なんかそういうの、もうなんか本当に塩炒めみたいな美味しかったやん。もうそれをバクバク食べたい。我努力。但是呢，说实话。青菜真的是我个人觉得比较难做的一个菜，难炒的一个菜，那是我个人觉得非常难炒，非常难做。但是我老婆想吃菜的话呢，我就做一个，我就努力做一个吧，做一个炒花菜吧，就是用那个怎么说，用那个猪肉炒一下，还是有肉，但是还是以花菜为主。我现在先把肉切切啊，炒花菜必须要用肥点肉炒才好吃，所以今天咱就用。这个肥点猪肉炒，先把油炼出来，油炼出来之后，然后用这个油渣炒那个花菜。好了，好点油。我为了靠一下油啊，先放那个肉，先放肉靠一下油。那边泡着油，咱们这边把花菜准备一下，因为这样切吧，沿着它这个腿儿切。好了，可以。好了，肉已经焦了啊，就是焦一下，让它把肉炒焦。就把里边油逼出来，然后这边上花菜，小锅，二爷，是分析了，稍微来点这个蚝油啊，再来点甜料酒，稍微来点酱油啊。好了，准备开饭。妈妈。今日キリちゃんのさ靴下のさ足さどんな匂い？キリちゃん頭の形が良くなってきた。はい、キリちゃん。キリちゃんの頭にホコリいっぱいついてる。キリ。ご飯。今日は私も一緒にいただきます。いただきます。好了，今天的饭做好了，先给大家介绍今天的菜啊。第一道菜用那个黄油和酒蒸出来的。啊，这个昨天剩的，我是为了配六个菜。这个是煎饺，这是我煎的。这个是凉菜，海带丝配粉条配豆芽，然后这个是我炒的番茄炒鸡蛋，加了洋葱。这个失败了，有点糊了。这个炒的花菜，今天主菜啊。因为在我们老家的话，不能吃三个菜，五个菜不能吃，就是跟。跟神仙吃或者是跟死人吃的，所以为了配够六个菜，我把这个昨天剩的弄出来了。今天喝杯酒，好久没喝酒了，喝一杯。行きましょうか。
いいですか？后背有两个人抢着帮我倒，啥叫幸福？哎，你勒死你勒死哟！太疼我了，我倒这满满一杯呀、啊！我的媳妇儿嘞！入れたら入れたで怒ってくるし、入れやんだら入れやんだで怒ってくるし。哎，頑固じじい。我先吃一口菜啊。おいしい。おいしい。耶、嗯。Yeah！ でもお父さんとお母さんの味じゃない。奶奶と爷爷の味が恋しいわ。那等我，等我妈或者等我爸来吧。やっぱりちょっと日本の炒め物って感じの味って感じ。哎，熱いよ。熱かった？今天我们家不是福的饺子，正常饺子。海の中でさ、あのさ、こういうさ、昨日なんかで見たティッシュの消費量が一番多いのって日本らしくてさ。嗯。なんで？絶対リンタのせいや。パパ、嗯、ママとパパさ、なんでさ生まれたの？ほのかちゃんのさ家族はさ三人いる子供。せやな。あと一人生まれた。ほのちゃんとこあんたお母さんして三つ弁当作らなあかんねんに。何こてやん。ママ。はい。もうなおさん。よら。うん。よらさんと。3個入れて食べれやんかったらかんとれて1個ね。はい。はい。え？サービス1個。好，今天教大家一个日文单词。泡菜。泡菜用日文怎么说？可以的。泡菜。ブロッコリー。ブロッコリー食べれるかさ。ブロッコミリーじゃないよ。ブロッコリー。ブロッコリーをマヨネーズにつけたら。キリアン、わざわざ人の言うとおりにいいねお願いします。この動画がもし好きだったらいいね、コメント、シェアお願いします。好了、我们下期见、バイバイ。再见。もしこの動画が好きだと思ったらいいね、コメント、シェアお願いします。